漫画絶叫な、どもども、中年ゲーマーよろさんです。さあ、長時間メンテが終了しまして、本日から新ガチャ、2.5 周年大決戦祭、ロマンシングフェス、魔女の、娘編が開催ですな。今回登場の新スタイルは、魔女の娘ことロリダー派を、東の悪しき魔女バージョンの、イーブリン、そして若かりし頃のゼノン様と、プクアイの4名、なんとなくイーブリンとプクアイは予想できたのですが、まさかのロリダー派とゼノン様の新スタイルが、登場でしたな。てか、プクアイ以外の3人って、比較的最近、新スタイルが実装されてたと、思うのですが、大して期間が空くこともなく、再び新スタイルを実装って、さすが運営さんですな。全く予想できませんわ。というわけで、今回新実装されたこの4名の、性能を、ざっくりチェックしていきたいと、思います。それでは早速参りましょう。というわけで、まずは今回のガチャのタイトルにもなってる、魔女の娘ことロリダー派を、先月、というか10日、前まで開催されてたウルトラデラックスガチャで、新スタイルが実装されたばかりの、ダーハオでございますが、約1ヶ月で新スタイル登場でございます。そんなせっかちなダーハオですが、今回実装のロリダーハオ、その性能は一体いかがなもんでございましょ？スタイルレベル50での補正値は、こんな感じでございます。知力が 104% プラス14、知力補正に関してはウルトラデラックスと同じですな。ステータスの補正は体力と魅力以外は、ウルトラデラックススタイルの方が上ですな。ビビたるさですが、ダーハオのスキル、BP3 で使える CE 力の、単体回復風術の、癒しの息吹、神竜姉様も持ってらっしゃる BP8 で、使える、SSE 力の残打単体ディレイ風術の点火乱追、開幕から使える B 力全体攻撃風術の、テイルストーム、こちらは味方全員に3ターンモラルアップ勝負用の、おまけ付き、ロベルトに続いて2人目の、癒しの息吹を習得できるスタイルですな。ウルトラデラックススタイルに、継承すればデバッファーと、ヒーラーを兼任できる、優秀なスタイルに早変わりでございますな。ディレイスキルの点火乱追を、使って行動順調性も、可能。1ターン目を動かないようにして、2ターン目以降で全体攻撃。という風な使い方ができますな。開幕から全体 BE 力の、残攻撃をぶっ破することができる上に、モラルアップ付与も可能。周回やボス周回でも、活躍できそうです。それぞれ優秀な術を、引き下げて登場のロリダー派ですが、BE 力全体風術の、一発やかヒーラーとしての、役割しかできませんので、このスタイル単体で使うには、スキル構成が微妙ですな。ウルトラデラックスダーハオへの、技マシンとしては優秀だと、思います。ダーハオのアビリティ、ラウンド開始時に自身の知力特大アップの、知力 10.4、ターン開始時に確率で知力中アップと HP 小回復の、魔力温順。弱点攻撃時に4ダメがさらに、アップするウィークテンション。アビリティ的には周回向きの、火力アビ構成でございますな。周回ではディレイを活かして、テイルストーム、もしくは、ウルトラデラックスからスーパーソニコ継承の、一発や運用。高難度ではウルトラデラックスに、癒しの息吹を継承して、使う、といった感じでしょうな。ウルトラデラックススタイルが、実装されてから1ヶ月で新スタイル実装の、ダーハオ、アビリティが周回向きっぽいのに、周回では使いにくそうです。ウルトラデラックスダーハオへの、技マシン、もしくは着せ替え用のスタイル、というのがメインのお仕事と、いった感じですかね。ウルトラデラックスダーハオを、お持ちの方なら確保しておきたいスタイルですな。ウルトラデラックスダーハオを、持っていないのであれば無理に、狙う必要は、なさそうです。まあ回復があれば便利っちゃ便利ですが、なくてもむちゃくちゃ困るというわけでもないので、私的優先度は低めなスタイルですな。続きまして、今回初のプレイアブルキャラとして、実装のプクアイ、脱いだら意外と可愛いらしい、デイの、国の女王でございますな。どうせなら、脱いだ方で実装したらよかったのにと思ったのは、内緒。
ちなみに土術的性を持っているらしいのですが、彼女の専用武器であるはずのデイの点検には土術的性などございません。そんなちぐはぐな感じで実装された赤い暗黒騎士のような彼女ですが、果たしてその性能はいかがなもんでございましょ。スタイルレベル50での補正値はこんな感じでございます。腕力補正が 101% プラス17とかなり高めの補正値ですな。素早さも 87% プラス11と高く、体力と器用さもそこそこ高め、ただ知力が低いので、もし土術が実装されたとしてもこのスタイルではあまり期待できそうにない感じです。特愛のスキル BP3 で使える E 力残量全体攻撃の火付き、 BP6 で使える SE 力残量単体ディレイの月火山、開幕から使える BE 力残量全体攻撃のおぼろ月点、こちらは自身に防御カウンターを1ターン付与のおまけ付き。ちなみにカウンタースキルは SSSE 力の単体残量攻撃、こちらはおぼろ月点のランクで発動するようです。カウンターは座位力が SSS とかなり高いですな。133と息切れしない残量全体攻撃ができますし、ディレイ技でおぼろ月点を使うタイミングを調整できるのもいい感じでございますな。月火山は行動順調性だけでなく補欠陣でも使えますな。残量アタッカーとして周回でも高難度でもいい仕事ができそうです。しかし土術的性のはずなのになぜ残量属性になったのか、これがわからない。特愛のアビリティ、剣装備時余ダメ特大上昇の剣の秘訣4、確率大でダメージ 100% カットできる剣サイコルイ、余ダメ特大アップ、連携と ODG をダメ大アップのオーバーハイテンション。アビリティは周回やボス戦どちらでも活躍できるアビですな。確率大でダメージカットできる剣サイコル類はかなり強そうです。今回初のプレイアブルキャラとして登場のプクアイ、土術的性なのにスキルは全て残量という変わったスタイルです。周回で残量属性アタッカーとして全体運用できますし、高難度でもディレイ技とダメカットアビを活かして活躍できそうです。ですが現状プクアイでなければならないということはなさそうですので、無理に狙いに行く必要はないスタイルだと思います。続きまして東の悪しき魔女バージョンのイーグリン、どうでもいいですがパッと見サルウィンに見えました。先日の常設高難度で追加されたのでもしやと思いましたが、まさか本当に新スタイル実装だとは。2周年スタイル、暗黒の巨星祭のプラオチスタイルに続いて今回で3体目の SS スタイル、なんとこの半年で3体も SS スタイルが実装でございますよ。こちらもかなり運営さんに愛されてるキャラなんでしょうな。そんな急ピッチで SS スタイルを増やしてきたイーグリンですが、果たしてその性能はいかがなものでございましょ。スタイルレベル50での補正値はこんな感じでございます。知力補正が 100% プラス15とかなり高い補正値ですな。しかし2周年スタイルとほぼ同じといった感じですな。素早さは2周年スタイルが少しだけリードといった感じです。精神は 96% プラス13と他のイーグリンより高い補正です。イーグリンのスキル BP3 で使える E 力全体攻撃闇術のシュリーク、こちらは精神デバフ症のおまけ付き、 BP8 で使える BE 力全体闇術のエナジーストームプラス、2周年スタイルも持ってる SSE 力単体闇術のオエタナジー、こちらは知力デバフと自身知力バフのおまけ付き。威力いいとはいえプラオチーグリンのダークボールを速攻で潰してきましたな。まさか自分のスキルを自分で潰すとは思いませんでした。エナジーストームプラスとシュリークで833と息切れしないインボーラーの出来上がりですな。あまたの高難度で大活躍したオエタナジーも習得、覚えるスキルは優秀なものが多い感じです。イーグリンのアビリティ、攻撃命中時に自身の知力大アップのマジックリズム、攻撃命中時に麻痺と毒を4ターン付与するしびれ毒の解食、
そして毎度おなじみテンションアップ後、周回で普通に使うことができるスタイルでありますが、どちらかといえば世界等や、大連戦のような高難度雑魚戦での、上状態付与役として、使うといった感じですかね。シュリークで敵全体を攻撃して、精神でバフをかけて、マジックリズムで自身の知力に、バフをかけて、攻撃命中時に麻痺や、毒にして道中を安定させる、といった使い方でしょうか。余れば高難度雑魚戦がかなり楽になりそうなスタイルですな。でもまあ、そんな感じの高難度がポンポン実装されるわけでもないですし、そもそも高難度に興味ないよという方には、不要かもしれません。2周年スタイルへの技マシンとして、確保したいところですかね。最後についに若かりし頃の、お姿で登場の若ゼノン様。初のプレイアブルキャラで実装された時からおっさんだったので、もう若き日のゼノン様を拝むことはないのかと思っていましたが、ここに来て、ついに若かりしゼノン様で、実装でございますな。そしてゼノン様も2周年、プラオチスタイル、そして今回と、この半年で3体も SS スタイルが、実装されているという、運営さんに大変愛されているキャラでございますな。一方同じ武器を扱うご先祖様もいらっしゃるはずなのですが、そちらは最後に SS スタイルが、実装されて、どれだけの時が流れたのか、これがわからない。そんなご先祖様をある意味圧倒しているゼノン様。果たして新スタイルの性能は、いかがなもんでございましょ?スタイルレベル50での補正値は、こんな感じでございます。器用さが 104% プラス17と、ゼノン様スタイルでトップの補正値。素早さも高いですが、そっちは2周年ゼノン様の、方が上。知力も2周年ゼノン様の、方が高いので、気絶役で使うなら2周年ゼノン様の、方ですな。まあわざわざゼノン様を気絶役で、使うことはないでしょうが、ゼノン様のスキル、BP3 で使える CE 力と強単体攻撃のマガズキ。こちらは不死と悪魔への特攻付き。連達で BP8 で BE 力全体になった演武剣プラス。開幕から使える3から4回ランダムと強攻撃の、スパークルキル。覚える単体スキルが突用に属性というのがいいですな。特にスパークルキルは最低でも、3回攻撃確定なので、開幕ボス戦の単体火力としてかなり期待できそうです。演武剣プラスは1808や、088運用が可能ですが、全体運用するならホエルゼノン様の更新を、継承して、844という感じも良さそうです。ゼノン様のアビリティ、突と用の余ダメを小アップする戦士コブ突用、証券装備時余ダメアップ特大の証券の、秘訣4、テンションアップ後、火力特化アビのゼノン様ですな。アビリティが全て発動した時の、火力補正は、とんでもないことになりそうですな。いるだけで味方全体の突用の、余ダメも少しアップできるので、お着物としても仕事してくれそうです。火力特化の証券スタイルとして、実装の若ゼノン様、エース級の証券単体アタッカーとして、活躍してくれることでしょう。器用さの突単体アタッカーが、欲しい人は、狙ってみる価値あるスタイルですな。というのが、新スタイル4体の初見での、感想でした。で、このガチャを引くべきか否かという話ですが、どれも優秀なスタイルではあると思うのですが、どれも必須級のスタイルというほどではなさそうです。どちらかというと過去スタイルを持ってる人が回すという、ディアゴスティーニ商法ガチャといった感じですかね。一応ダーハオ以外は、それ単体でも使えないこともないので、高難度雑魚戦での適正スタイルが欲しいならイーブリン、残用のボス戦と周回用のスタイルが手薄ならプクアイ、突用の開幕単体効果力のスタイルが欲しいならゼノン様という感じで狙うといいかと思います。まあこちらのガチャの期間も7月15日4時までと長いのでどうしても悩みそうならしばらく様子見でいいと思います。個人的にはこの中で一番欲しいスタイルはゼノン様、その次にイブリン、ダーハオ、プクアイという感じです。以上。新スタイル4体のざっくり性能チェックのコーナーでした。それでは、
また次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。では。